こんにちは、ジャンゴです。今回は、デッドバイデイライトモバイル動画撮ろうと思います。ということでね、やっていきましょう。さて、今回はどんな感じかな、ということでね。まあ、やっとね、ウィリアム・ビル・オーバーベックも4つパーク持っていけるようになったので、まあでもね、あんまりね、いいパークをね、持ってないからね、どっちにしろ不安は不安だけどね。行きましょうか。とりあえず、近くの発電機修理しましょう。さあ、二人がかりでやってますが、早くもね、半分ぐらい。行ってますね。もうちょい、もうちょい。早いな、なんか。はい、オッケー。さあ、着いたけど、鼓動もしてる。どこから来ているのか。いた今チラッと見えたけど何だったか分かんなかった。さて、じゃあ反対側行こうか。いつの間にか2人負傷してるね。おっと、近くない？意外と。いや、でもまだ鼓動は鳴ってないな。さあ、一人でもある程度は。と、あれ、あ、まずい。来る？いや、大丈夫か。さて、ここ最初につけたやつだっけ。あ、追ってきてる。追ってきてるな。おお、逆から来た。まずい。まずい、まずい、まずい。ちょい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 。それはダメだって。ああ、ちょちょちょ、邪魔邪魔邪魔。危ねえ。ちょっと間違えて喋るの触っちゃって焦ったけど、離れたっぽいね。またっ近くにいるのか。鼓動はしてないけど、ちょっとうかつに姿を見せたくはないかなぐらいの。追われてる君。
あ、これダメだ。やめてー。ギャー。ちょっとまずいまずい。よー、怖え。怖えって。あ、まずいな。これ捕まるな。あ、危ねえ。あ、ちょ。何してんの？バカタレ。危ねえ。なんとか逃げられたが、傷は治せないので。仲間と合流して直してもらいたいな。もしくは箱を開けるかだけど、あの箱開けよっか。この箱開けるか。直してもらおう。ちょっと今一瞬鼓動がしたかなと思ったけど大丈夫そうなので直してもらいましょう。負傷者3名。俺はちょっと直してもらってるよぐらいの感じですね。 OK。 怖っ。チェーンソーの音が来てるか？吊るされたっぽいな。これさ、ちょっと一回試してみたかったんだけどさ、工具箱で壊せるっぽいんだよね。あ、こういうこと？バレてない。あ、でも血の跡でこっち来ちゃうかな。ちょっとなんか状況がよく見えないな。出ていいのかな。壊しとこうか。なんか壊せるみたいだから。ん？え、どこから来てる？あー、やべ。来て。あー、ちょっと待って。いやー、バカやばい。ここだとちょっと下に、地下に釣られる。いやあー、ダメっすね、これは。近づり。さあどうするか。一人やられていて、二人は、どこかにいるから、まあもう一応救助待つか。あれでも脱出のチャンスにかけろ、なんで 7% なんだろう。
これ工具関係ある？いや関係ないか。っていうかもう持ってないか。なんで 7% なんだ？俺がまだ理解してないなんか効果があったっけ？ん？ただドクドクしてるな。上にいるんだなきっと。ちょっと厳しいか？おお。見てんね。めっちゃ見てんね。さて、ここから先は自力脱出はできないですが、助けてもらうのもちょっと厳しめかな。これは一応粘りましょう。まあ一応粘ってね、完全に、やられていないことで引きつけられるなら、他はね脱出しやすくなるかもしれんからね。まあ結果として俺はやられてしまうとしても、あでも来るかな、どうだ、ゲージが足りるかが怪しいな。ちょっと間に合わないね。ちょっと間に合わなくない？間に合うかい？あ間に合うんだ、ならばありがたい。これはこれはいるよね、上に。来た。俺に気づいてるかどうかだよな、あとは。お、行った？おお、なんか今怖い音がした気がする。うわ、危ねえ。まだ危ない。ちょちょちょ、怖え。ハッチあそこにあるね。怖え。怖すぎ。まだ追ってきてる？あ、まずい、来てる。いやーやられたな。今度はちょっと無理か。はい、やられましたね。っていうか、あと1台から進んでないな。はい、ということでね、今回は、処刑されてしまいましたね。はい、お、レベルは上がった。レベル13にアップ。
妊婦の時、あなたはみんなと同じように痛みを感じても、それを周りに隠そうとする。自分や他の生存者を治療中、痛みによるうめき声をはじめ音が一切出なくなる。治療のスキルチェックに失敗しても大きな通知音は発生せず、治療の進行後退も 3% だけで済む。これはあれだな、セルフケアと一緒にあるといいのかな。下が、無事に脱出できる可能性が高まったことはあなたを希望で満たし、翼を与える。脱出ゲート通電から120秒、 5% 迅速効果。みんな覚悟を決めてやってみ、やりましょう。日記の失われたテープ、これ下にしとこうか。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。おいしょ。